徳丸ゆきです。青木りなです。私たち11月11日に入籍いたしました。たくさんのお祝いのメッセージを SNS にアップしてから1人で感謝本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです、今回はご報告の、動画を YouTube にも改めて上げさせていただいているんですが、私たち今後ももちろんタレント活動を、普通に今までと同じように、それより今までよりも一生懸命頑張っていこうと思っています。はい。で、私なんですけれども、私はこれからも芸名青木里奈として、タレントとしてやっていこうと思いますので、変わらず青木里奈で、クマになる準備ができてますみたいなね、昨日の動画で言ってるんですけど、あれ多分全然意味わかんないよね。ああ、その真相なんかも今後ね、お話しさせていただこうと。意味わかんないか。話すごいしっくりきてるけど。さあ、ここからもですね、この結婚に関する、動画を上げていく予定です。内容的には婚姻届の動画だったり、これもビッグな感じになっております。結婚指輪の動画もアップしますけど、これもですね、ちょっと一風変わった感じになっております。そうですね、全て結婚に向けてですね、いろいろと面白い、内容になって、皆さんにも一緒に楽しんでもらったり、結婚とかね、について改めて考えられるような楽しい内容になってますので、ぜひそちらの方も今後、明日からですね、どんどん出ていきますから、楽しみにしていただけたらと思います。お願いします。で、明日は YouTube の生配信をいたします。夫婦になって初めての生配信、ちゃんとお話をゆっくりはできてないので、皆さんとも会話できますので、いろんな質問などもあればお答えできる範囲内でお答えしていければなというふうに思っております。その、いろいろね、明日の生配信の中でお話ししていこうとは思うんですけれども、まずよくある質問として、結婚式はどうしますかと、しないの、あと子供はどうですかっていう話をよくされるので、先に言っておきます。結婚式は、このね、コロナ禍がちょっと落ち着いてからにしようと思ってます。もちろんやりますし、いろいろと構想があります。いろんな構想も含めてね、この YouTube でも話していければいいと思っていますが、やります。もうちょっと先になるかなって感じですね。で、もう一つも、子供に関してですけれども、まだいません。それも今後かなと思っております。まだちょっと何年か先になるかな。そうですね、もうちょっとこう、できれば夫婦というか、そうですね、時間も楽しめればなーなんて、本当にありがたいことに、お互い順調ですので、ちょっとね、タイミングがまだちょっとつかめてないっていう感じかなって思っているので、どう思います？どう思います？孫子のように今生活しておりますので、いずれ、と思ってます。はい、なので、いろいろとね、お声いただきますけれども、その辺に関してはそういう感じで、今後について話せることがあればどんどん話していきますので、今後に関しては、タレントとして、ミュージシャンとして、いろんなところでいろんなお仕事できればなというふうに思っていますし、これまで以上にそういう、夫婦だったり家族だったり結婚だったり、いずれは子育てとか、そういったところにもね、関わらせていただいたり、何て言うんですか、苦手ですか、こういうの。そういう人間になれたらな。夫婦になれたらなでいいのに。人間になる、いちいちになっちゃった。でもね、本当そうですよ。夫婦として、そういうふうに、せっかくタレント同士ですから、よりね、皆さんの声とかをね、夫婦ってこうだよって話とかいろいろ聞きますから、それをみんなに発信して、いいもんだよとか、そうですね。楽しいよとかね、いろいろ発信していけるように、佐賀で結婚して、生きていくっていうことに関しても、皆さんにいろんなことをお伝えできればいいなと思ってますんで、お仕事お待ちしております。違うのよ、仕事じゃなくてもやるんだけどさ、そんな感じです。変わらずです。はい、ね、以前と変わらないゲーム実況とかももちろんやりますし、本当どうでもいいことをバーバー言いながらやっていくと思いますので、楽しくやっていきたいと思ってます。これをご覧になっていただいている皆さん、これからも徳丸ゆきと青木里奈、そして YouTube としてもですね、頑張っていきたいと思ってますので、ぜひぜひ今日はお祝いのつもりでチャンネル登録ポーンと押してください。お願いします。よろしくお願いします。というわけで、明日は生配信です。これからの結婚に関する動画も楽しみにして
この動画が良かったな、おめでとうって思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、ベルマークの通知ボタン、いいね、そしてコメントなどなどお待ちしております。これからも皆さんの声、力があってこそでございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。